でもなんか昨日ね、銀嶺の花火で集まって、でその後に坂本はちょっと用事があったからすぐに抜けちゃったんだけど、あの3人で話してて、フレア先輩とノエル先輩がゴールデンゲームウィークのことをね、なんかすごいやっぱ褒めてくれて、すごいプレッシャーがかかるものだったけど、すごいポジティブにいろいろメンバーを引っ張ってってくれて、よかったよみたいなことを言って くださって、私は、また泣くっていうまた嬉しくて泣くっていうでもなんかフレア先輩とすごい結構深い話をねして、ゴールデンゲームウィークの時にはすごいルイちゃんのこと頼っちゃったから、ルイちゃんが辛い時だったりと か大変な時とかはいつでも頼ってねって言ってもらって、 また涙がちょちょ切れるいや本当でっけえでっけえ人だなと思った。そう、昨日めちゃくちゃ泣きそうになったさ、一言ちょっと伝えるとさ、私の記憶が確かならば、あの二人がルイちゃんこのライブに入ってきてくれてありがとうって言ってくれたの。私のあのちょっと夢ならばかもしれないけど夢かな、夢なのかもしれないけど、言われた気になってるのかもしれないけど、なんかそうやって言ってもらえてね、もうマジであの泣きそうってなった夢じゃないね。いや、そういう存在になれてるといいな。はい。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃるらちゃるらなじゃんじゃんじゃん。